トーマス・ジェファーソン大学は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアのセンターシティにある私立大学である。大学は、フィラデルフィア大学、シドニー・キンメルイ科大学、ジェファーソン・バイオメディカル・カレッジ、ジェファーソン・カレッジ・オブ・ヘルス・プロフェッサーズ、ジェファーソン・カレッジ・オブ・ナーシング、ジェファーソン・カンパニー・カレッジ、ジェファーソン・カレッジ・オブ・ポピュレーション・カレッジの7つの学校。 学部で構成されている。ジェファーソン医療大学の最初の施設であるフィラデルフィアのチボリシアタートーマスジェファーソン大学は現在多くの教育プログラムが存在するが、最初は医療大学として始まった。19世紀初頭、ペンシルベニア大学医学大学院の同窓生の多大な努力のもと、フィラデルフィアに2つ目の医療学校を設立しようとする試みが数多く行われた。 その試みに反対する意見に対抗して、1824年に、ジョージ・マクレラン率いるフィラデルフィアの一種グループは、キャノンズバーグのジェファーソン大学の理事に、フィラデルフィアに医学部を設置する依頼の手紙を送った。理事はそれに賛成し、1825年に、フィラデルフィアに、ジェファーソン大学の医学部を設置した。第二の要望に応えて、ペンシルベニア州総会は1826年に、 ジェファーソン大学の検証を拡大し、新しい学部の創設を支持して、医学博士の学位を付与することを認めた。ペンシルベニア州の反対側に位置する医学部を統一的に管理することは難しいため、ジョエル・バーロをサザーランドを含む10人のジェファーソン大学理事が、新しい学部を監督するために追加で任命された。2年後の1828年に、この第二の理事会は、 医学部の再配権限を与えられた。なお、ジェファーソン大学の理事会は主要な決定に対しては拒否権を維持していた。1826年に最初のクラスが卒業し、彼らは大学を閉鎖しようとする訴訟の判決が出た。あと学位が認められた。最初のクラスは医療学校が併設された。最初の病院のあるフィラデルフィアのプルーンストリートのチボリシアターで学業を学んだ。 講義を担当したジョージ・マクレランは、臨床実習に焦点を当てた授業を行った。1828年、医学部は、広い教室と生徒が手術を観覧することができる700席の円形劇場、ピットのあるエリービルディングに移動した。エリービルディングは病院に併設されており、医療学校と病院が併設された2番目の施設で、 初年度に441人の入院患者と4659人の外来患者を見た。ジェファーソン大学との関係は医学部が独立の検証を受けて、ジェファーソン大学とジェファーソン一科大学が個別に運営することが認められる1838年まで継続した。この際に、ジョージ・マクレランを含むすべての講師は学校と理事会から退去させられた。この時から、 ジェファーソン一家大学が正当内科大学とみなされるように言ったと考えられている。1841年にジェファーソン一家大学はチャールズ・デルチェーナ・ナメイグズやムターミュージアムの創設者トーマス・デント・ムターを含むザ・ハカルティ・オブ・41と呼ばれる教授陣を雇用した。この教授陣は1884年に医療用ベッドを提供するなどジェファーソン一家大学に 数多くの影響を与え、15年間顔ぶれが変わることはなかった。1849年の卒業生には後に、米国陸軍軍移送官になった、ジョエル・バーロー、サザーランドの息子、チャールズ・サザーランドがいる。1876年から2006年まで大学に飾られていたトマス・エイキンズのグロスクリニック2007年1月、大学は学校で行われた。 外科手術を描いたトマス・エイキンズのグロスクリニックをフィラデルフィア美術館に属するペンシルバニア美術アカデミーに6800万ドルで売却したトーマス・ジェファーソン大学の元あった場所には復元版が飾られている2014年6月17日シドニー・キンメルはジェファーソンメディカルカレッジに1億1000万ドルを寄付しジェファーソンメディカルカレッジを シドニーキンメルイカ大学に改名した。2017年5月、トーマス・ジェファーソン大学はフィラデルフィア大学との合併を公式発表した。合併後の施設の名称は、トーマス・ジェファーソン大学を継続し、フィラデルフィア大学を吸収する形である。トーマス・ジェファーソン大学は7つの学校、学部から構成されている。トーマス・ジェファーソン大学病院。 トーマス・ジェファーソン大学はジェファーソン・ヘルスに加盟している。トーマス・ジェファーソン大学はジェファーソン・ヘルスの主要な学術組織である。ジェファーソン・ヘルスは1995年にトーマス・ジェファーソン大学病院とメインラインヘルスシステムがジェファーソン・ヘルスシステムと呼ばれる新しい非営利団体を設立する行為に調印した時に設立された。この合意によって トーマス・ジェファーソン大学病院とメインラインヘルスは一つの親会社のもとに統合された。その際に、アインスタインメディカルセンター、フランクフォードヘルスケアシステム、マギーリハビリテーション病院などの他の医療組織が設立メンバーとしてジェファーソンヘルスに参加している。ありがとうございます。